日本文化紹介あがたジャパンチャンネルマークです。今日の老舗の一品は森半海苔店さんの森半のおこし日和です。明治34年1901年東京大森にて創業した焼き海苔専門の森半海苔店さん、焼き海苔をですね、茶筒ですね、缶に初めて入れて販売したお店と言われています。では、早速いただきたいと思います。こちらお得用、こっちが御神物用の、パッケージになっております。深いですね。はい、じゃあいただきますね。いただきます。うん、すごいカリッカリ。うん、後から海苔の風味がきますね。美味しい。長崎諫早の創業204年のですね、おこしの老舗の杉谷本舗さんとの実は共同開発商品だそうです。家をおこし、名をおこしという、こう縁起物でもあるんですよね、おこしって。ですごくそういう縁起のいいお茶菓子ですよっていうことで、職人さんがですね、厳選して仕入れた香り立ちと、まあ、うまみが特徴があるですね、この青混ぜ海苔っていうのがですね入ってるんですけれども、これと、おこしを組み合わせて、なんかすごく香り高い、なんか独特の後引きのお菓子でございます。海苔の味がするのがいいですね、やっぱり。というわけで今回紹介させていただいたのは森半海苔店さんの森半のおこし日和でした。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、あがたジャパンチャンネルマークでした。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、あがたジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。